皆さんこんにちは、ねねちゃんとしんちゃんです。今日も海賊無双4をやっていきます。やっていくよ。あのロビンを助けに行くところだよね。うん、 CP9 と戦っていきます。ルフィでいい？うん、よし、やるか。うん、来た。おぉ、姿を現した。泣けるシーン。あれ、ここさ、もうさ、泣くシーンは飛んじゃうのかな。さすがに助けてって言うんだっけ。行きたい。行きたいか。うん、言わないか。めっちゃ泣くよね、ここね。ちょっと待って、来た。このタコ海賊だ。お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の本能を思い知れ。バスターゴール怖いよ。怖いよね。今の俺にはバスターゴールをかける権限がある。やめなさい。それを何が起こるか分かってるの。バスターゴールとは、多数の軍艦によって島一つを地図から消すほどの大規模攻撃である。それはロビンの過去に暗い影を落としている。20年前、ロビンの故郷オハラがポーネグリフの研究をしてロビンの世界戦、これもなかなかバッサコーでやられちゃったね。そう、これもなんかひどい。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、研究とは無関係の透明度を巻き込むバスターコールを発動する。その結果、オハラの存在は跡形もなく消え去り、幼いロビンはただ一人、政府の所業に疑問を抱いた青記事によって見逃されて生き残った。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。ロビンの決意は固く、あくまで一味の助けを拒もうとする。増長したスパンダムは四方の塔の屋上にはためくある旗を指さす。あのバチを見ろ。スパンダムってここしか出てこないかも、今思うと。この後出てきた記憶ないんだよ。あ、そうなんだ。やられちゃうんだっけ。どうして最後どうやるの。加盟国の結束を示すのは俺が世界だ。ソビキング、お前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか。この女がどれほど巨大な組織に追われてきたか分かったか。ロビンの時はよく分かった。ソビキング、ん、あの旗、撃ち抜け。了解。かっこいいな。ここはいいよね。うん、ソビキの腕はすごいもんね。すごいよね。それは強いよね。それ以外めっちゃ弱いけど。やりやがった。海賊たちが世界戦、これなんか懸賞金、うん、めっちゃ高いです、ソビキが。嘘。なんかこの後みんなさ、お金上がってさ、ちょっと50ゼリー、あ、50ベイビー、50とか隣だった。泣いてたよね。めっちゃおもろかった。ロビン、まだお前の口から聞いてない。あ、これだ、長官のシーン。ロビン、ロビン、望んではいけないことだと思ってた。誰もそれ許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は逃げた。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ、必ず助ける。すごい、全員揃った。全員揃ってる。
強いな、でも。うん、やっぱ強いと思う。あれ、もうフランキーで仲間なんだっけ？違うだろ。まだだよね。まだだよ。うん。一緒に、敵は一緒で、みたいな。すごい。すごいすごい。やった。あそこ、違う、核だっけ？そう。で、なんかさ、鍵をさ、もらうじゃなかった。あ、そうだ。なんかさ、ロビンとかの手に、あれ。わしら、ならば最強のランキング暴れますね。お前を真っ二つにしてしまいじゃ暴れ出し すごいよ、ね、首がどういうこと隠すぎ、うん、雲みたいになっちゃったねその子手が生えすぎじゃない、ね、来たよあと1体いる、ね、ジャグどこ行ったおおナイスかっこいいこれサンジが倒したんだっけねそうだそっか鍵をディアブルジャンブでー結構じゃしがサンジもかっこいいサンジなんか女に弱くなったらかっこいいだろ女に弱すぎて弱いよどうしようもないんだよ少し不安が引きすぎるおいおあここなんかあ覚えてるこれは怖いよね指で知らん知らん怖いよねこれログルッチだよどけよ扉の奥にロビンがいるんだろいるだけだあえちもう二度とはぁ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 めっちゃ全然ねえじゃんすごいよねめっちゃ変装したとき強いキングってこんなおしゃれなズボン履いてんだろなんか漫画版だと気づかなかったあ白黒だからアニメで来てたのか勘違いすんじゃねえぞ俺はローベンを助けるためにここへ来たんだお前の顔なんか見に来たわけじゃねえこれこら死じないとボスでこう俺様が相手してやる戦ってこいねえ
ってみんなで一緒に帰るぞ、ルフィ。なんでちっちゃくなっちゃうんでしょ。あ、なんかなってた、ね、なんかすげえかわいいさ、少年になっ、ぬいぐるみみたいなルフィになっちゃうんだ。めっちゃ強いんだけど。すごいね。十何個です。一緒に帰るぞ、ロビン。ロビンさ、顔明るくなったよね。あ、うん、なったなった。絶対絶命の一味を助けたのはこれ仲間だ。やば。迎えに来たよ、メリー。ちょっと浮いてる。浮いてんじゃなくて飛んでんで絶対。ジャンプしてんだよ。ジャンプ高いな。高いよね。跳躍力。さすが仕方な。さすがだね。仕方やね。シカシカ、あ、トナカイか、トナカイか、もう限界なんか遠い超えてるフレーの奇跡、長年フラダイクをやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことない。見事な生き様だった。アイスバーグの言葉を受け入れ、ゴーインメリー号の最後を静かに見届ける。ルビーたちはゴーインメリー号の数々の冒険を思い、いやあ、感動シーン。燃やしてめっちゃ泣けるやつだよね。うん、涙出た、読んでて。やばいでしょ。やばかったよ、こんな子泣いた。ねえ、この今までのねやつ、ほんとここさ、ロビンなんで行きたいっていうやつもさ、泣いてさ、泣いた、そう、メリー号でも泣いてさ、大変だったよね。ね、そう。そして再び、不思議な声が響き渡る。ごめんね、もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね、ずっと一緒に冒険したかった。だけど、僕はごめんつうな、俺たちの方だぞ、メリー。俺、ガチ下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ、炎を破ったことあるしよ、ゾロもサンジもアホだから、いろんなもん壊すしよ。ゾロサンジアホだから、サンジはさ、結構頭いいよね。ゾロとルフィがなんかダントツアホよ。うまいよね。うまい。ちゃんと書くのかね。ね。メリーをくれた子ってなんだっけ、うん、ウソップが通ってたのね。なんだっけな。だからこそウソップ思い入れがそうよりあるんだなと思って、ね。そうなんだよ。ね。なんだっけ。ね。王女だっけ。ビビとわざちゃんだよね。ビビ、そう、ビビ似てんだよね。ちょっと似てるよね。でも体が弱いんだよね。そう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 。なんだっけな。これどうする？また次にしようか。うん。うん
じゃあ今回は結構感動会でした。ね、感動シーンが2つ詰まった。2つ詰まっちゃってね。じゃあまた進めていきますよ。はい。ね。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。